続きましてアクアパッツァ作りたいと思います。アクアパッツァはマジで初めてなんですけど、なんか友達に聞いたらなんか結構アクアパッツァ早くできるって言われたんですよ。簡単って言われたんですよね。そうだから一応メモっていろいろあれだったんですけど、まあ準備するしたものといえばアクアパッツァはね、あの白身のお魚なんですけど、じゃん、今日は白身のお魚は白身のお魚はじゃん、銀だらです。銀だらと、あと本当はアサリを使いたかったんですけど、アサリがなんかね豊洲がやってない曜日だったんですよ。そうで、だからあのアサリがなくて、で急遽代用品として、もう代用品がこれで合ってるのかどうかは本当にマジで定かではないんですけど、まあ一応とりあえず大丈夫だろうと思って私は買ってきました。じゃん、ホタテです。美味しそう。ホタテと、あと、あとサラダの時に使った、パプリカと、レモン、それから玉ねぎと、あと普通のピーマンと、じゃん、大葉、これはもうトッピングですね。トッピングにこれを使って、あとニンニクは、多分あの全体の風味を整えるためにあります。はい、このニンニクとか、あとトマトやばい、全部すぐに説明しろよっていう、このミニトマトを使ってアクアパッツァ作ります。はい、ここから副音声入ります。いや、なぜかすでにほぼ完成形態の様子が流れてますが、まあそれは置いといて、まずフライパンにクッキングシートを敷いて、オリーブオイルとニンニクを温めて香りを引き出します。銀だらを洗って水分取って胡椒を振ってあります。片面が 3,4 分だったかな。携帯触ってるのはそのタイマーかけてるためですね。これなんでクッキングシートを敷いたのかっていうと、魚の身崩れが防げるからなんですね。温まるとどうしてもボロボロになっちゃって裏返すのがうまくできない時ってありますよね。そう、そんな時にクッキングシートを使うといいみたいです。ちなみに私は初めて知りました。そうなんですよね。いや、もうジュージュー言うとりますよ。ジュージューと 3,4 分経ってる気がするけど、うわ、美味しそう。この角度最高ですね。そして裏返して、こっから調味料を、白ワインとお水と、あと先ほど切った野菜を入れます。そしてこの後事件が起きます。あれ、まだ野菜入ってなかった。あ、でも色合いはやっぱりね最高なんですね、本当に。で、アルミホイルで落とし蓋をして、あ、気づきましたね、この様子は気づきましたね。いやー、玉ねぎを入れ忘れた。もうめっちゃくちゃですね。もうね、計量スプーンがねまずなかったからね、目分量じゃない、もう本当私の適量の白ワインとお水と調味料を入れてるので、はい。でもこの料理企画で分かったのは、やっぱりね、終わりよければ全てよしっていうことだと思います。はい、てな感じで、あの追加した玉ねぎ分の、あのアルコールとお水も入れて、またグツグツ煮立たせています。どうなることやら。そして香り付けに大葉を入れます。これめっちゃいい話してるんですけどね、大葉に関して切られちゃいましたね。はい、そして盛り付けです。盛り付け、あ、美味しそうけど魚が見えない、野菜が多すぎましたね、これは。まあでもね、美味しそうですね。美味しそうだねって言ってた。はい、アクアパッツァ完成です。イエイ。はい、ということでアクアパッツァが出来上がりました。さーて、明日のみさとあさきチャンネルは、初めて作ったサラダとアクアパッツァの品評会動画です。みさとチャンネル初のゲスト、可愛すぎる妖精ちゃんと、ちょっぴりふっくらしたプーさん、あ、間違えました、いつもお世話になってるスタッフさんに、味、見た目の2つの項目で採点していただきました。いや、初めてにしてはね、うまくできたかなっていう印象なんですけど、ということで明日の動画もお楽しみに。高評価、コメント、チャンネル登録大歓迎です。そして最後まで見てくれてありがとうございました。